にちは。マグイボスさん、いか、何も選んでない。さっき羽ピンで止めてたから。いか別に。いいね。え、ティッシュが欲しいな。本当だよ、ロシオアイロンちゃんと持ってきたから結構終わんなくてアイロンするの諦めた。さっき終わってない状態でした。これからランチってこと、お昼ご飯食べる配信ってこと？食べる配信はしないけど。今日はしない。合間で食べる配信の。外でランチもしない。だって今日配信終わるのそんな1時間で帰ってくるなんて無理だよ。行って帰ってくる次だって、あ、次1時半じゃないわ、2時半だ、間違ってる、これ1時半までだ。次2時半から3時半だよもうランチじゃないでしょ、そっから行ったら。何が食べに行くの。間違ってたテロップ、1時半って書いてた、2時半だ。
ちょっと待って、アイライン引くのさ下手くそだからちょっとなんか喋りながらできない。意外とまつげが一番時間かかる。だから覚えられちゃって。いや。意外。ちょっと天気が。違う、あ、アイシャドウ向こうだ。アイシャドウ。メイク完成させるわ。ちょっと待って、光がこっちだな。光、みんなたこ焼きたくさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと待って、猫笑わせる。光がさ、ここにライトがあるからさ、こっちすると光がないな。わかんない。どうしよう、もうちょっと出そうか。お寿司食べたい？お寿司？お寿司いいね。私も食べたい。肉寿司食べたい。肉寿司。シャドウ
今日の服全体、多分今日は全体撮んないな写真。また今度だね。よし。アイシャドウ言ってるかわかんない。あの、でマスカラ塗ったら、マスカラ塗ってチークしたら終わりだ。マスカラ、それ終わったらアイロンしよう。マイクネージャーまだ。目つけそう、すごい。ちょっと待って。めちゃまだ。左目次ね。どん
私が仕事しなかった、来なかった通知、あれ。あ、入道具についてマスカラ、マスカラがついた。ついちゃった。食べたかな。うん。できたマスカラ。コームが汚れちゃったからちょっと。あ、チーク。あ、こっちこっち。なんかアイライン今日なんかもうちょっといつも垂れ目で気味で引いてんのになんか、なんかどうしよう、引き直すか。ちょっと引き直そうかな、なんかやだ。アイライン引き直そう、終わっちゃってる。
待って、うまくいかないわ。あ、ダメだ今日。ちょっと待ってね。鏡こうやって見るとさ、すっごい影で見づらいんだよね。ちょっと待って、見づらい。ああ、完成じゃないよまだ。チェックで見たらさっきより当たり目になったか。よし、面白い。ついてないよね、ここ。偉い。うん、もうスタバだ。くの知ってる京香ちゃんじゃない？違う？ちょっと今リップが薄いリップしかつけてない。リップ塗る、リップ。ちょっとこれ落とそう、今つけてるやつ。リップ落とした。ああ、危ない。ものすごい。よし、あとグロス塗って。
髪の毛したら終わり。髪の毛やってないんで髪の毛洗いします。いつもね、適当にブロッキングしてアイロンするんだよね。どんな髪型？ストレート。マジで適当にブロッキングして。アイロンするんですよね。アイロン。参考にします。参考なるなんないでしょ。ヘアビューロン、めっちゃ高いやつだっけ？違ったっけ？その方が見えないな。鏡。画面で見てやってたけど。これ口も気にしよう。やけど怖い？あ、大丈夫。結構温度低く設定してるから、そんなにずっと触ってないとやけどしない大丈夫。自分でアイロンするときいつも低めなんだよね、温度。
濃くしない。よいしょ。お父さん。で、いいの。みんないっぱいとこが聞こえる。ありがとうございます。ありがとう。長め長め。この間切ったよ。あの切って違うな、あのアイロンしてちょうどいいぐらいな。今ね、さっきまで配信始める前こうピンで止めてたからさ、余計起き、9時過ぎぐらいに起きた。今日は早くなかった。出かけたけど銀だこでたい焼き買うのすっかり忘れてた。たい焼き美味しいよね。銀だこの昨日初めて食べたけど、クロワッサンたい焼き美味しい。ケミクルと大阪で、え、もう出たの？私知らない。ツイッターとかに出たってこと？いや、うん。ツイッターか、後で見てみよう。アイロンしたらちょっと今は無理。よいしょ。はい。後ろの。してないんだ。あ、でもなんかピンで止めてたのになんかあんま癖ついてない。あと
髪にします。鏡を置きたいんだ。ちょっと待って、ニコニコしながらこの話してて怖いでしょ逆に怖いでしょ再造して、な、何のアイロン、たこ焼き配信って、ここはたこ焼き配信じゃない、作る配信、作る配信はしないです私は、食べる配信は気になってて、でも絶対にやらないといけないわけじゃないから、出したいけど、ここ出したら何かこっち、こう出せばいいのか、ちょっとちゃんとしまえ、適当にいっちゃった、後でスプレーで固めてこよう。
かな。あ、こっちの方が量が多いんだよな、ヨガの。どうしたらいいのか、一緒ぐらい。で待ってるわ。ちょっと充電してた。できた。あとで。キープする。よし、アイロン切ろう。コンセント抜いてくるね。オッケー。うん、この前買った可愛いの、怖かった。可愛い。え、これってさ、なんかさ、え、どれがキャッチなのじゃって。なんか2個ついてたんだけどさ、買った時。え、これがキャッチ？これ何これ？ピアス。これがキャッチ？それともなんかこのさ、これ？え、どれがキャッチ？え、なんかこのさ、これのタイプのやつもあるのよ。これとかほら、透明のやつだし。え、これ奥のやつがキャッチ？二つとも？どっちどっち？これ。どれがキャッチか分かんなくってさ、どっちもつけてるんだよね。どっちが、え、二つとも使えるやつ、え、分かんない。分かんなくてどっちもある。これどっちなんだろう。どっちだと思う。このさ、これか、な、全部透明な方がなんかこう大きい。どっちなんだこれ。これのパターンを見たことがあるんだよね、このキャッチのやつも。え、どっちもってこと？どっち使ってもいいみたいな感じ？二
通は奥ってこれ？これ？ここかな？わかんない。わかんない。詳しくない。どっちなんだろうな。どっちが奥？どっち本当に分かんない。これこれつけようかなって思ったけど、好きな方を使う。えこれどっちも使えるやつなのかがねそもそも分かんないんだよね。どっちもケチなのこれ。めっちゃわかんなくなる。え？奥がぶ奥ってどっち？えこっち？今ついてる方それとも守ってる方？えどっち？奥ってどっち？ついてる方？透明じゃない方？こっちか？こっちつけるか？よくわかんなかった。合ってるかわかんない。ティッシュ持ってこい。よあそうだよ基本そうピアス出ないやつもあるけどね、ものによっては。一朝を重ねて、え重ねてつけられなくない？これ耳たぶの厚さがあるからさ無理でしょ、つけれなくない？重ねては無理だけど、一枚つけれない。この勝ち取れそうで不安になっちゃう。取れないよね。でもすぐ結構動くんだけど、こんなもん。つけた。かわいい。そうだよね、下に来るので正解だよね。と可愛い。上の方についてるんだよね、真ん中じゃなかった。ピアス飛んでた、焦った。そうなんか真ん中じゃない、だからなんかちょっと下の方に来る。回転させたら上に来るけど回転させたら多分違うよね。Thank you.
ケージつけてない、落ちそう。違う、ついてなかった、ちゃんと。うん。下側何もついてないか。ファーストプレスね。はい、かわいいわ。よいしょ。よし、あ、いいじゃん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 。ケチがつけづらい。かわいい。いや、いいじゃん。これで。かわいいよね、これ。つけてたの、その。新しく買ったやつ、初めてつけた、今日これこの前買った。1時間お昼寝、お昼寝しない、ご飯食べてくる。あ、どっか出かけるって意味じゃなくて、普通に家でご飯食べて準備して、次の仕事は出なきゃだから準備して、ってしてたら多分1時間経つから。お昼寝しながらお昼ご飯から器用すぎでしょ。お昼寝しながらお昼のやば、さすがに無理だわ。そんな器用じゃないわ。でも、あ、エペ昨日結局したんだよね、昨日ね。なんかやって、最初さマイナスしちゃってさ、落ちたの普通に、ブロンズの2に。でもその後にチャンピオン取って、めっちゃ漏れた。2800何 RP だったかな、忘れたけど漏れた。あとちょっとでシルバーになった。100何 RP かで200切ってたはず、初チャンピオンランクで。今シーズン初チャンピオンランクでだったね。カジュアル何回かだったけど、チャンピオン仲間が強かった。面白くなランキングも13位からランキングいます。13位、わしだいさん、ありがとうございます。12位、YK アットマーク、リランチュさん、ありがとうございます。11位、トシービビーアットマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。10位、ナカミーさん、ありがとうございます。9位、アキヒコさん、ありがとうございます。8位、ムムさん、ありがとうございます。7位、おーちゃん03組さん、ありがとうございます。
6位はやぶささん、ありがとうございます。5位、間違えた、6位がバトニーさん、ごめん飛ばしちゃった。6位バトニーさん、ありがとうございます。で5位がはやぶささん、ありがとうございます。ごめんね、6位の方飛ばしちゃった。で次4位、チョロさん、ありがとうございます。3位、ケン・キザキさん、ありがとうございます。次にレモン・アットマーク・ズンチャンズさん、ありがとうございます。そして1位が村井富夫さん、合ってる読み方かな、さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、合ってたかな読み方。じゃあ次の配信は14時半から、次も1時間します。10時半から15時半だね次は。よし、準備終わらせてこよさあ今からお昼ご飯、急ピッチ、いや1時間あるから余裕だね余裕、時間いっぱいある、ゆっくり食べていきます。無事メイク終わったしそうですね、また後で1時間後、10時半から。なんかさ、いた、そう、結局リップ落ちる、だからねちょっとしか塗ってないしっかり塗ってない落ちちゃうから。じゃあまた次の配信で、ありがとうございました、またね、バイバーイ。